公園、それと、まあ、児玉町にございます花輪保木記念館、百年観音堂で知られる上神寺、そして樹齢300年の木っ端の富士、そして新日本作成の木混ぜ子などがございます。本庄市か、またね、明治11年には佐野常民という方がおります。これは日本赤十字の創設者の方でございますけれどもね、この方により日本の首都を本庄へ移そうという本庄テント論という話があったということでございます。その理由はですね、外国船の攻撃を受けない場所で水害の恐れがなく水運が良い、高い山がなく気候が温暖で飲料水が確保できるなどの条件が揃っているのがこの本庄というふうに言われております。のでね、まあ、この本庄というのは大変暮らしやすいところなんですね。はい、それでは皆様、はい、何やらかっこいいバイクがたくさん走っておりますけれども、はい、こちら右手に走っております線路が、はい、上越新幹線の高架でございます。はい、これをくぐってまいりますとね、もう間もなく上里でございます。この上越新幹線でございますけれどもね、新潟県の方に入りますと、はい、ほぼトンネルでございます。